耐え忍べ。耐え忍ぶんだ私。まだ耐え忍ぶっていうほどの時間経ってない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てかこれ床びしょびしょじゃね？いいんこれ。噴水に碑文、ん？碑文が刻まれている。王国記念の噴水 2001X 年完成。メタトンは先週追加。先週追加？結構最近なのね。めっちゃ最近なのね。ええ、そうなんです。都へのエレベーター故障中で。で、それで当ホテルではただいまご宿泊料金を大幅値下げ中ですよ。一泊200ゴールドです。いかがなさいますか？お金がない。気が変わられましたらいつでもお知らせください。では、グラマラスな一日を。グラマラスな一日とはどんな一日でしょう？なんか変な動物がいっぱいいるな。そう。だから今日は帰れそうにないよ。宝の山に冷えたピザがあったはずだから、チンして食べて。宝の山に？なんか冷蔵庫みたいな言い方するけど。あ、君じゃないんだよ。何それ横のカバン？このエレベーターは都直通なんだけど、今は止まっちゃってるの。女の子？足止めになった人が滞在できるように、二人がサービスしてくれてるわ。しかし200ゴールドないんだ、私。私はスライム。これは実に腹立たしい事態だ。まあ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 。メタフーズバーガーマーケットへようこそ。グラマーバーガーでグラマラスな一日を。2ゴールドしかないからちょっと無理かな。申し訳ございません。商品を購入されていないお客様との会話は禁じられております。お客様は神様です。グラマラスな一日を、めっちゃムカつく顔なんやけど、どうした？何があった？あ、この先コアか。めっちゃなんかお店みたいな感覚であるやん。ビビるんやけど。メタホテルへようこそ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方も、まだここの住人の方も、ごゆっくりおくつろいください。ここの住人の方おるんや。ただの通りすがりですって？ではごゆっくりお通りすがりください。どういうことやねん。ゆっくり通りすがるね。うわー、ルームサービス！びちゃびちゃ持ってきてくれた？持ってきてないよ。じゃあ何しに来たの？ルームサービスじゃないもん。内側から鍵がかかっている。シナモンキー？持ってないよ。ここの人は？鍵がかかっとるだけなのか。動物が動き回る気配がする。ドアの下の隙間から何か入れられそうだ。入れる。ちょうど良さげなものを持っていない。あ、くそー。忙しそうだ。ごめんね。シナモンキーとビチャビチャがいるらしいよ。なんか聞いたことが、シナモンキーは聞いたことあるけど、ビチャビチャって何やった？なんかそんなもんあったっけ？で？なんかセール中って言った？お買い得品。どうも、いらっしゃいませー。はい、いらっしゃいませー。何？二人揃って。二人について。私、アリケッティ。この子は親友のキャッティ。一緒に喋らないで。商品について。そこのホテルで売ってるものって、マジ高すぎ。無理。でも、うちらが見つけてたものは、マジ激安。やばい。だから、てか、普通全部買うっしょ。商品はどこで仕入れる？お、ニューゴ出てきた。てか、武器とか食べ物とかあるとこって言ったら、ゴミ捨て場以外ありえない。あ。でも、高級ゴミだし、そうそう、めっちゃ高級。やばい。高級ゴミって何？ゴミはどこで仕入れる？また。ゴミはどこで仕入れるかって？てか、ゴミショップに決まってるし。まあ、大体はウォーターフェル？ゴミ箱にピストルとか捨ててあってやばい。ウォーターフェル？メタトンについて。メタトン激ヤバー。マジヤバー。メタトンは私の嫁。てか、メタトンは私の嫁どんだけだよ。うちらは二人ともメタトンの嫁。メタトンがまだ気づいてないだけ。メタトンは誰が作った？てか、メタトンってアルフィーが作ったんでしょ？まあ、そう言われてるけどね。でも、メタトンはいつも、俺は俺のアイデアから生まれたんだぜ、みたいなノリで。それに、完成した直後から、アルフィーとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし。でも、あの二人もう友達じゃないんだよね。知ってる。でも私とアリゲッティはずっともだよ。どうした君ら。メタトンについてオールド。何オールド。何オールド。最初さっきからあった？間違えた。何回もしてしまう。アルフィーについて。アルフィー？
前はこの近所に住んでたよね。うちらのお姉ちゃんみたいな感じだったし、つってもゴミ捨て場とかに連れてってくれただけだけど、でもいいゴミが見つかる場所を教えてくれたよね。あの子変なアニメ見るの好きだったよね。でもそのうち王室の研究者になって、そうそう、その後は全然会ってない。王室の研究者、アルフィはずっとアズゴアのことめっちゃかっこいいって言ってて、だから絶対間違いないよね。メタトン作ったのはアズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし、でメタトンを見たアズゴアはアルフィをお城に呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィって何も発明してなくない？てかアルフィ自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなんじゃない？マジでちょっとはリア充した方がいいよね。ほんとうちらみたく。アズゴアについて、アズゴアってマジウケる、超いい人、大好き。はぁ、もう人間なんてさっさと滅んぜ。怖い、何この人たち、どうしたの？ジャンクフードかじった跡があるやわ。空っぽのピストル、弾は別売り、カウボーイハット、謎の鍵、多分誰かの家の鍵。え、やばいやんそれ、めっちゃ欲しいんやけど普通にめっちゃ普通に欲しいんやけど。はーい、おつおつ、とりあえずお金がないとりあえずお金がないよ。あれ、この辺から入れたんじゃなかったの？ただの壁だ。え、どういうこと？え、入れなくなってる。サンズはどこから入ってどこから出ていったね。この床すげえ気になるんだけどてか最初さ、これ絵かと思ったよね普通に。サンズどこに消えてったんだ。公演スケジュールだ。芸人、ダンサー、サンズ、今は休憩のようだ。なるほど、メタトンが出演する番組だ。ここは別に上がれない。レストランを訪れた有名人のコメントとサインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。全部メタトンだ。どんだけ。ガジュマルご一行様だ。何それ、意味がわからないけど。メタトンが出演する番組だ。うん、レストランに来たけど予約するのを忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから澄ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱについての移動を舐めてるのさ。つらい。鉢植えの植物だ。それ以外何もないのね。なんかこの辺のテーブル1個ぐらいなんかあるんやない？ない？ないんかーい何もないんかーい。あ、全然ないわ、ダメだな。うんうん、オッケー。お席のご予約はちょっとしてないからね。でもさっき入ったってことは予約しとったってことよね。特にって感じやね。エレベーター動いていない。体力はとりあえず満タンあるし、ということやからどうだ。なんかこっちの他に行く場所あったっけ、ここ。あ、ないか、ここか。うんうんうん、なるほど。ってことはもうコアに進んでいくしかって感じかな。行きます。コア、急に怖い感じ。大丈夫、この辺なんもない。なんかありそうやのに、ないんかいないんかよ。え、ちょっと待って、今の誰？ここには誰もいないはずなのに。大丈夫、今更心配してもしょうがないしね。何？てか鳴らすなよ、近くにいるのに敵かもしれない奴が近くにいるのに鳴らすな。よし、いよいよだね。エレベーターでコアの最上階に上がって。いきなり最上階？もうちょっとなんか行こうや。何？なんで？なんでエレベーター乗らないの？あ、なんか来た！あ、危ない！敵なの？魔術が帽子から飛び出してきた。帽子から？どういうこと？どういうこと？話す、落ち着く。話そう。マジックは独り言を言ってこちらの話を遮った。ちんぷんかんぷんな言葉にめまいがする。やめてや、防御力1下がったやん。油かたぶら。何？なんか動きがおかしい。逆向きに動きよる。頭が混乱する。ちょっと待って。はい。ふぅ。びっくりした。どうしてこんなにたくさんモンスターが。でも平気だよね。とにかく先へ進もう。とりあえず。
お金も稼ぎたいので、お、スイッチを押さないと向こう側へ行けないみたいだね。でもスイッチを押すとレーザーも起動しちゃう。レーザーの順番言うから覚えてね。オレンジオレンジ青、わかった。3本目の時で止まるんだよ。あれスイッチか。あ、ちょ待って、でも普通に食らってしまった。嘘、大丈夫だった。ごめんなさい、順番間違えちゃった。あ、間違えちゃったんや。でも心配ないからね、そのまま右へ進んで。心配しかねえや。道が分かれてる。ここは右へ行ってみて。左に行ってみるね、私。ほう。グンナイトに行く手を塞がれた。なんそのかっこいい。グンナイ。あ、歌おう。懐かしい子守歌を歌った。グンナイトは眠そうだ。目を閉じて。嫌です。え、怖っ。絶対目とか閉じんわ。いやー、グンナイトの夜が暗い輝きを放っている。歌う。そのまま歌い続けた。グッドナイトは少しだけ目を閉じた。お、目を閉じて。おっと、危なくない？ちょっと。あー、無理。ちょっとひどくない？グッドナイトは静かに守っている。見守らないで。さらに歌い続けた。グッドナイトは眠ってしまった。お、グッドナイトはいびきをかいている。はい。オッケー。大丈夫？どうして右へ行かなかったの？私のこと信じてくれてるよね。いやーまあし。何今の？なんかバチバチってなった。気のせいか。じゃあ右へ行きます。青は、進む。あれ？喧嘩。またレーザーだね。オッケー。今度こそ任せて。レーザーをオフにして通れるようにしてあげる。あれ？オフにならない。ハッキングできない。大丈夫。全然余裕だから。濃度ごとオフにしちゃえば、レーザーも止まるはず。はい、今のうちに行って。ありがとう、行くね。大丈夫？なんか作動しない？何？ちょっと待った。いやー、ちょっと何？電源が勝手に復旧しちゃって。あー、もうどうなってるの？私がもう一回電源オフにするから、その間にちょっとだけ進んで、すぐ止まってね。わかった？そうすれば怪我しないから、多分。へい！嘘、大丈夫？電源オフにしたのにすぐに復旧しちゃって。でも心配いらないよ。もう少しだからね。怖いよー。めっちゃやられる。ほらね。私の言った通りでしょ？大丈夫。私に任せて。任せられません。次はね。わかんない。なんか私の地図は違ってるみたい。ごめんなさい、私。もう切るね。何しにかけてきたんだ。あたりにオゾンの匂いが充満している。決意がみなぎった。オゾンの匂いって何？あ、ここは分かれ道。北は戦士の道、西は賢者の道。いずれの道も終わりへ続く。どういうこと？東、終わり。全部終わりなんやけどな。ここだけ違くない？あれ？気のせいか。え？何？びっくりした。戻ってきたって思った一瞬。東終わり、ね、東終わりって何？めっちゃ気になるんやけど。東の終わりに行ってみよう。東へ、そこが終わりだ。我は戦えぬ、我は思案もできぬ。だが耐え忍び、待つことができれば道は開かれるだろう。ここで待てってことかな。待ちまーす。しばらく待ってたらきっとここを通れるようになるはず。ならないの？何？ならないの？え？どういうこと？耐え忍べ。耐え忍ぶんだ私。まだ耐え忍ぶっていうほどの時間経ってない。これ本当に開く？ちょ、わかんないんだけど。こっちに行ったらなんなんやろ。あ、ゴミ箱。ゴミ箱の中に100ゴールド入っている。拾わない。私はいい子なので。え、
ここは拾っておいた方がいいんじゃ。やめる。何今の。北沼は今も終わりは開かれるだろう。終わりは開かれる。終わりは何？また泣き武者とファイナルフロギー。何ファイナルフロギーかっこいい。かっこいい。てか体力全開一人やん。慰める。泣き武者にうまくやられていると伝えて安心させた。私は立ち直った。お、立ち直った、よかった。立ち直れた、ちゃんと。ちょ、怖いんだけど。泣き武者は首を横に振った。どういうこと？本当に立ち直った？絶対立ち直ってねえやろ。待って、あの攻撃やばいんやけど。え、やばくない？普通にやばくない？ファイナルフロギー謎の行動。ファイナルフロギーはこの世にはまだ知らないことがたくさんあると思った。今度こそはやめて。今度こそはじゃねえよ。はぁ、強くない？ここの敵やば。え、めっちゃ強いんやけど。ここの、待ってよ。とりあえず、あの影イコールモンスターっていうことなんやね。さまよい続けるがよい。嫌です。ん？これ同じ場所？違うな。北の道を歩めば、終わりが開けるだろう。めっちゃ強いわ。よし。え、どうしよっかな。賢者の道に賢者の道に進んでいこう。多分こっちはなんか知恵を働かせればいいんじゃないかな。このパズルを解けば終わりが開かれるだろう。ほら、やっぱり戦士の道に行ったら戦わんといかんのやね。なあ、あいつ。とりあえず、あれ、ヒントがない。弾は何個？あ、二つ。うんうん。間違えた。コントローラー傾けよう。全然違う。これで、あれ？お。え？どうなの？これで。あ、わー、今のいけたんじゃない？ちょっと待って待って待って。今の絶対いけた。どうだ？これで、あ、え、ちょ、あ、これいけるやんね。これやって、はい。OK! コングラチュレーションズ。これで終わりへの道が開かれた？どうよ。終わりへの道が何かよくわからんけどな。ゴミ箱やん。ゴミ箱にグラマーバーガーが捨ててある。どうする？拾う？拾わない？あ、これは拾っていこうかな。食べ物やし。肩の力を抜いて軽食でもいかが？ありがとう、もらっていきます。お金は拾わん方がいいかもしれんけど、ちょっとつまみ食いというか拾い食いぐらいは許してね。北の間は今終わりは開かれるだろう。終わりがどういう意味なのかちょっと私にはよくわからんけど、ゲーム自体が終わりってこと？エンディング？あ、もうやる気がなくなった。よし、オッケー。まだ出てきそうやろ。ほらーね、多分これでラストやと思うよね。悪夢だ。なに、どうしたの？とりあえず泣き武者祈ろう。諦めない、私頑張る。あの、助けて。マジで助けて。泣き虫はもう戦いたくない。はい。マジでさ。あー！回復アイテムがもっと必要だわ、私。ってこ
ことは、まあ、まだそんなに進んでないけん、一旦戻って買い物をする必要があるかな。132ゴールあるし、まあ、多少は買えるはず、きっと。あれなんなんやろうな。あのなんか、氷のやつがここまで続いてるの。なんか、スノーフルの方であったよね、ああいうの。戻っていきます。とりあえずホテルに戻っていきます。ふぅ、まあ、でも仕掛けはとりあえずこれでね、無事、もう解除はされとるけん。あれ？え？え？あ、びっくりした。通れんのかと思った。焦るやん、やめて。ここを通っていって。あ、てかあれか。エレベーターで最上階まで行けるんやったっけ？行った方がいいかな。今更ながら。でもその方がいいような感じするやん、ちょっと。買ったら話してくれる？サンデーサンデー。人気商品、グラマーバーガー人気商品、レジェンドヒーロー、メタトンの顔の形のステーキ、ノーコメント、ノーコメントか、コメントしろ。サンデーサンデー買う。ザス、あげあげでいけよ。お買い上げにならないので？話す。え？なぜ何度も話しかけていらっしゃるんです？お客様と個人的な会話をすると上の者に叱られますので、申し訳ございません。てか俺実は俳優になりたかったんだよね。何話すの結局。人生相談。俺のアドバイス聞きたいのか？人生の先輩としてあんたにアドバイスしとくで。あんたはまだ若い。俺みたいにはなるなよ。俺は19だが、もう人生を丸々無駄にしまった。19、老けてんな。恋愛相談。よく聞きな。俺はあんたを気に入ってる。だからためになるアドバイスをしてやるよ。イケてる連中とは絶対に関わるな。奴らと関わっていいのは同じくイケてる連中だけ。それ以外は近づくと食い物にされるぜ。例えば、路地裏の女の子二人にグラマーバーガーをこっそり届けたとき、俺はアブな少年だったから頼まれて素直に OK した。大きな間違いだったよ。何？グラマーバーガー事件。俺は路地裏へ向かった。あの女の子二人に会って、そんで次に何が起きるか確かめたかったからだ。ところがそこで、うちのボスに見つかっちまった。ボスは何をしてるんだい？子猫ちゃんと聞いてきた。俺はビビった。ビビった拍子にポケットからハンバーガーが転げ落ちた。恥をかくのは嫌だったから。俺は慌てハンバーガーを拾おうとした。でもかがんだ時にポケットに残ってたハンバーガーの重みで、ズボンがずるっと脱げて、女の子たちはそれを見て笑った。今じゃみんなからバガパンって呼ばれてるよ。何それくだらねえ。ホットランドに来たばかりの頃、俺の目はメタトンと仕事をすることだった。ま、願い事をするときはよく考えてしろってことだな。メタトン何が問題？そんなのこのホテルを見ればわかるだろ？何もかも問題だらけだ。改善しようとしたって、メタトンに速攻で却下される。地上ではそうじゃないってな。よく言うぜ。スパンコールとボンドでできたハンバーガー食ってる人間だってどこにいんだよ。スパンコールとボンドでできた？そんな人間はいません。他にも問題が？メタトンはどうしてあんなに人気があるのか、俺にはさっぱりわからないね。あんなのただの情報系じゃないか。ざっくり言ったらね。でも実は俺、昔ネットショップで買ったことあるんだ。その、自分をもっと情報系にするキットってやつ？何それ全然聞かなかったけど。将来について。は？将来？将来って何？ここじゃ何も変わりしないよ。俺は一生この草みたいな仕事を続けるのさ。でも、一つだけ希望はある。アズゴアがあと一つ魂を手に入れたら、俺たちついに地上に出られるんだ。新天地だよ。そしたらきっとセカンドチャンスが巡ってくるはずさ。俺にも、みんなにもな。だからあんたも希望してんなよ。俺はスターになってもあんたのこと覚えてやるからさ。上からだなぁ。いやー、ムカつくわ顔。かなりムカつく顔だわ。また来いよ。なんでそんな偉そうなの。はい、ってことで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれは最初に言われた通りに屋上までエレベーターで上がるべきだったね、きっと。